V ロード第5節3戦目福岡ソフト。この場面打席には内川が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。打った、高く上がった、ファイヤーヒットになりそうだ。真ん中を破りました。セカンドランナーホーイン、ホークス1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット1対0ホークス、なおもチャンスです。まあさすがというところですよね。試合を制したのはソフトバンクホークスです。